エクセミン講師の佐々美です。 えー、いよいよ本試験ですね、えー、ここまでやってきた皆さんだったら必ず合格をすることができますもうとにかく不安や緊張でいっぱいいっぱいかもしれませんけれども私が受からなくて誰が受かるとこいった強い気持ちでズズシーぐらいのプラス思考で取り組んできていただきたいかなと思いますもう多少寝れなくても大丈夫です、えー、みんな緊張してるんですで、そういった緊張まあむしろ緊張が慎重に問題を解くことにつながると思いますのでね、えー、焦っても仕方がないので ズーズー,ーしいぐらいのプラス思考で取り組んできていただきたいかなと思います周りがすごい人に見えるかもしれませんでもそういった皆さんも周りから見るとすごい人に見えてるんです、えー、意外に周りが大したことないので、えー、皆さんだったら大丈夫、えー、私が受からなくて誰が受かるといった強い気持ちで取り組んできていただきたいかなと思います本試験会場で頭が真っ白になってしまったという方はずあのまずそうですね、えー、しっかり深呼吸をしてまず上を向いて1,2,3,4,5 よし大丈夫という気持ちで取り組んでいっていただきたいかなと思いますそれではあね今までの努力をしっかりぶつけてきてください合格しましょういってらっしゃい